皆さん、こんにちは。ペリューディス、どうぞワです。今回は昨日3月の30日の土曜日、21時現地キックオフで行われました、ラリーが EA スポーツ第30節にバルセロナとラスパルマスの出演についてお話ししたいと思います。結果は1対0。終わってみれば1点止まりでしたが、後半59分ラフィーニャの見事な裏抜けからのジョアン・フェリックスの素晴らしいボールをラフィーニャが頭で合わせまして、その1点を、まあ逃げ切るという表現は妥当ではないかもしれませんが、まあ昨シーズンラリーが制覇した時のようにバルセロナ、 1-0、ウノセロで手堅く勝利を収めました。これでバルサ、暫定ではありますけれども、アドリガー、えー、本日ホームでアトリティックグループと対戦しますので、えー、暫定で勝ち点差を5に縮めることができました。今日に関してはやはりバルセロナで言うとラフィーニャが素晴らしかったなと。まあ、ヤマルが素晴らしい,い,いパフォーマンスを見せて披露していますので、 え、まあ左サイドに回ってきている。ここ数試合ではありますけれども、えー、今日に関しては、ラスパルマスとのやはり、ラフィーニャの相性が良かったかなと。まあ、ラフィーニャ非常に、斜めのダイアゴナルのランニング裏抜けがね、素晴らしい。それを頻度高く繰り返すことができるプレイヤーウィングですので、えー、まさに、ラスパルマスの背後をついてということで、まあ、序盤から何度かオフサイドにはかかっていましたけれども、えー、見事な抜け出しで、まあ、取り消しになった、え、ゴールも含めてですけれども、前半序盤からラフィーニャが のパフォーマンスだったと思いますし、まあチームとしてもやはりラスパルマスのようなハイラインで 後方に広大なスペースが空いた時に、まあ、そこに、ね、しっかりと、まあ、裏抜けのアクションを作る人と、まあ、そこに、ね、ピンポイントで合わせるような、えー、中盤後方の選手も揃ってますのでまずは19分、えー、取り消しにはなりましたがカウンセロが、ね、見事に内側にいた、えー、レバンドスキーに出したと思うんですけれども、えー、背後にフェルビンが、えー、高い地取りでしたので、まあ、そこでスルーをして、えー、3人目でレバンドスキーが抜けていったというところで、まあ、最終的にラスパルバスのセンターバックココと、えー、もつり合ってココが、えー、ボールを触ったおかげ でと言いますかえ、私自身は中継でもよくわかりませんでした。もうね、えー、次の、えー、フェーズにプレイが切り替わってるようには見えましたので、まあ普通にラフィーニャオンサイドでゴールかなと思いましたが、えー、VR も含めて、主、え、審、ー、のブスケツ・フェレールは、ラフィーニャの戻りオフサイドという解釈で取り消しをしました。まあ決して誤審ではないのかなと思いますけれども、まあちょっと不可解な判定には 見えま,したまあ、そして、えー、この試合を大きく分けたという意味では、その後の、えー、24分のラフィーニャの抜け出し、まあ、そこに対する、えー、セルジー・ロベルトのパス出しも素晴らしかったですし、まあ、そこ抜け出したところ、えー、ラスパルマスの守護神、えー、アルバノ・バジェスが、まあ、勢いよくボールに借りに行って、まあ、スピードをね、落とせなかったので、そのままラフィーニャに、入ってしまってということで、まあ、ドグソで一発、レッドカード、キーパー退場ということで、ラスパルマス、そこから、えー、10人で戦わざるを得なくなりましたので、まあ、それ以降は5、3、 ののオーガナイイズででで、まあ、引きこもりななながががららししたが一応ねラインの方は高く設定しながらというようよ感じで、まあ、その後もバルセロナ先制できるようなシーン、レバンドスキーのヘディングシュート、バーをかすめました。カンセロもね、素晴らしいクロスだったと思いますし、まあ、その後も左からギュンドワンカンセロというね、深い位置までポケットまで取ってのマイナスクロスをラフィーニャがフリーでシュートするような機会がありましたので、 まあ、ただ、そういったチャンスを決めきれず、前半終了間際には、ラスパルマスの、ココ個々のね、ちょっとヒヤッとするようなセットプレー、直接の、フリーキックシュートもありましたけれども、0-0で折り返しての後半は、やはりラフィーネの得点直前の、ジョーン・フェリックスの投入が大きかったかなと、まあ、ジョーン・フェリックスやはり途中交代で入って、非ー、ヒホジア、プレッシングのところ、そして裏抜けのアクションのところで、まあ、オフ・ザ・ボールではなかなか、ダイナミックにアグレッシブには動けないんですけれども、やはり、オン・ザ・ボール、ボール持った時に違いを生み出せるようなドリブル局面で、 技術レベルの高さそしてなんといっても、えー、アシストのねあのドリブルからの、えー、パスは、まあ、ジョン・フェリックスしか出せないだろうなというようなパスでしたので素晴らしいアシストこの試合も決めました、まあ、その分、えー、78分に、えー、クンデが完全にお点んだけしてくれたドフリーのシュートをね、えー、外してしまった、えー、バーに当ててしまったのはご愛嬌かなというところでジョン・フェリックス決めてくれようと思いましたけれども、えー、試合終盤に関しては、えーね、ラスパルマスのアルベルド・モレードにヒヤッとするようなシュートも打たれましたが、まあ、終わってみれば内容的には はやはりバルセロナが圧倒するようなえ内容でま1-0でよくとどまったなというところでまあ2点3点入っていてもおかしくないようなゲーム内容だったと思いますしまあ危なげない勝利だったと言えるんじゃないかなというふうに思いますそれでは両チームのスタメント戦術的なポイントいくつが解説をしておきましょうはい、まずはホームバルセロナですけれども依然としてね怪我人は多いとまあディフェンスラインでバルで えー、中盤はやはりガビ、フレンキー、ペドルいません。クリステンセンも、まあ、前節アトレシコでマドリー戦のアップ中にアキレス腱を痛めて、えー、代表ウィークもデンマーク代表、えー、召集自体となりましたし、まあ、そして代表ウィークで言うと、ウルグアイ代表に行っていたアラウホが、えー、筋肉の過負荷ということで、途中離脱で戻ってきましたので、まあ、そういう意味で言うと、えー、この試合もベンチで、えー、出場機会なかったので、まあ、パリ戦に向けてはしっかりと、 えー、コンディション万全で臨めるのかなというふうに思います。手足提言もこの試合直前にちょっと膝を痛めたようですが、全く問題なく先発をしました。ゴールキーパー手足提言。ディフェンスライン右から組んで、 いや、組んでは本当に2024年に入って素晴らしい圧巻のパフォーマンスだと思います。えー、完全に右サイドバックで、えー、君臨してますので、まぁ、あ、ちょっと組んでは今日に関しても素晴らしかったなというふうに思います。まぁ、あ、そして配るし、まぁ、あ、スペイン代表では出場時間もあまりなかったのでいまいちでしたが、やはり相手に引かれた時の配球、縦パスの差し方素晴らしかったなと。まぁ、あ、そしてイニゴ・マルティネスが今日はスタメン・カンセロが左、ギュンダンとセルジ・ロベルトのドブレピボーテ、フェルミンが右打ちのシャドウに入って、えー、ラミン・ヤマロ、レバンドスキー、ラフ フィーニャというトトップイートリデンテでした一方のラスパルマスはエアルバロバジェスのゴールキーパー24分で退場となりましたけれども、エアレックスサレス、ココ、マルモル、セルジカルドナ、キリアンが今日はピボーテに入って、ハビムニョ、ストロイオですが今日はスタメ。 マルビンが右で使われて、マ、まあ、アルベルト・モレーロがちょっと、えー、ね、足のコンディションギリギリだったので、ベンチスタートでした。ムニルのファルソヌエベ・サンドロの左のウィングという配置、433でした。はい、まあ、試合のスタッツはラスパルマス、前半24分でアルバロバディスが退場となりまして、ムニルが、えー、セカンドゴールキーパーのアロエ・スカンデルと変わりましたので、まあ、それ以降はラスパルマスが10人になりましたので、まあ、それ以降のラスパルマスはサンドロをワン、えー、トップに置いて、まあ、さあ、531ですかね。まあ、マルビンが、 中盤に入る時もあれば、まあ、カンセロが上がってくるとそのままディフェンスラインに入って5バック形成でしたので、まあ、531と紹介をしておきましょう。それによって保持率は70対30と、まあ、ラスパルマスも、 この試合前までは29節までは保持率平均の1試合の保持率60.3%。まあバルサがー64.3%ですから、まあラリーが20クラブの中でもやはりトップ5に入ってくる保持率平均のね、保持率の高さですし、まあそれがこの試合では大きく分かれてしまったと。まあそして手動本数14対8、枠内は2対0ですから、まあバルサも枠内もう少し打ちたかったのかなと。 まあもちろんレバンドスキー、それから後半のね、えー、ジョアン・フェリックスの決定機でバーをかすめた、叩いたというような、えー、決定機ありましたけれども、ちょっと枠内が少なすぎかなというふうには思います。はい、まあ、ラスパルマスが10人になって以降はバルセロナ、えー、かなりね、押し込むような展開を作りましたので、まあラフィーニャは内に入ってカンセロが、えー、ウィング化すると、まあここで5レーンを全員埋めてというような、まあ5バックに対して5トップ気味で攻め込みましたし、まあそしてね、えー、後方は3枚で、 えー、配球していきましたし、まあ、そこに対してあまりセルジ・ロベルトやギュンドアンがこういう形で、ディフェンスラインにボール引き取りに受けに、 戻らなかった、引かなかったというところが良かったかなと。えー、立ち上がり11対11の時はギュンドワンが結構ピックアップしてましたが、えー、まあそこから逆にね、ギュンドアンも潜って、入っていきましたし、まあそういうところはやはりセルジロベルトギュンドワン、えー、選戦況を見極めながら監督の指示待ちではなくて、まあこの試合、チャビ監督も、えー、ベンチ入り禁止で、えー、まあこの試合と次のね、カディス戦魔の2試合が、えー、ベンチ入り禁止処分ですので、 えまあそういうところを試合中に二人のベテランがうまくコントロールすると、まあビルドアップで重くなりすぎないというところが、えー、うまくいきたんじゃないかなと思いますし、その辺で、えー、ビルドアップのところはスムーズにかなりなったかなというふうに思いますし、まあそしてね、クバルシーニゴ・マルティネス、 えー、二人ともにかなり縦パスさせますので、まあ、オープンにサイドに単純にね、アウターで回すだけではなくて、えー、スパーンとね、内側を刺すようなボールも何本か出してましたし、まあ、今日に関しては、えー、引かれた相手にパワープレー的に、えー、まあ、なんとなくアリークロスを放り込むような攻撃もなかったので、まあ、非常に、えー、うまく、特に左からは攻め込めていたかなと。まあ、逆にちょっと右側、ラミンヤマルがセルジカルドナにね、かなりタイトに守られてしまって、 えー、あとは疲れもあると思いますので、少し止められた感じが出てましたし、まあその分組んでが上がるような機会も多かったですけれども、右からあまり、侵入ポケットまで到達はできなかったかなと。まあもう少しね、ポケットにフェルミンが入ってみたいなところでの3人の関係なんかも、出ればよかったかなというふうには思いますが、まあただ攻撃面では、まあかなり停滞感があった、えー、今シーズンのバルサの攻撃とは打って変わってかなりね、攻撃ではダイナミズをもう、 自ら作れるようになってきましたので、まあその中心としてね、冒頭に言ったようにラフィーニャがどんどん裏抜けをしていくというところは非常に大きな動きだなと。まあそしてこの試合ね、後半から入ってきましたけれども、フェラントーレスも戻ってきましたので、まあフェランやラフィーニャが、まあね、えー、ラインコントロールしてくる相手に対して裏抜けをして、まあそこにボールを差し込むというところで言うと、やはり、えー、ギュンドンあたりがね、ボール持った時には全然違うボールのね、質の高いボールが出てきますし、まあ今日はセルジロベルトもいい配球をしてましたので、 まあ非常にクオリティの高い攻撃がバルサが見れたんじゃないかなというふうに思います。はい、バルセロナこの勝利を受けて、まあ来週の週末はコパデルレーのファイナルアトレティッククルーブとマジョルカの大一番決戦のみですのでラリーが国内のリーグ戦はありませんということで、完全にフレッシュな状態でパリ・サンジェルマンとの第一戦をね、 え、迎えることができるという意味では、非常に、バルサにとっては大きな勝ち点3ですし、しかもこの試合で、まあ、イニゴ・マルティネスも含めて、カンセロ・レバンドスキー、しっかりとと言っていいのかどうかはりかりませんけれども、5枚目のカードをもらって、この3名、次節のカディス戦に出場を停止ということで、まあ、ちょうどパリとの、え、第1戦、第2戦の間にある、え、次節、カディス戦で、 えー、しっかりとね、生産をして出場停止になって、その次の、えー、第32節の大一番、えー、エイルクラシコ、えー、ベルナビュでのレアルマドリー戦に、えー、しっかりと出場できるというところで言うと、まあ、レバンドスキーも交代の時に、まあ、確かに不満だったと思いますけれども、まあ、間違いなく意図的に、遅、えー、らせてイエローもらったんだと思いますし、大事な4月に向けて、えー、非常にね、いいチームコンディションに仕上がってきてるんじゃないかなと思いますし、まあ、パリンとの第一戦でペドリ・フレンキーがもしかしたら間に合うかもしれないというような、 え、情報も入ってきていますので、まあもちろん国内で言うと、えー、この2試合、セルジロベルトはフェルミン良かったんですけれども、えー、やはりね、パリぐらいの相手になった時にはフレンキー、まあペドリはちょっとね、えー、まあまた怪我のコンディションがどうかというところもありますけども、フレンキーは必要だなと思いますので、戻ってきてほしいなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さらアプローチマ。